がお会いしてくる、ギャホニャゴロモチだよ。引き続き、今日もね、そのまままた2回目始めます。猫子ちゃんはまだ寝てます。はい。で、ピノポニーが、もう、寝ていこうかな。いや、一気に進めていって。逃がすか、この密航者。あ、ホタルちゃんが、ここで出てくるのか。ごめんなさい。手を貸して。いいよ、手貸すよ。しおちゃんを守るのは当然。分かってんじゃねえか。奴には共犯者がいるぞ。ちょうどいい。まとめて捕まえろ。いいんか、お前らホタルちゃんに喧嘩売っていいんか。死ねぞ。乗ってる？犯行、陽動、霊落。立ちなさい。ソリア。てか PS5 めちゃめちゃ画質いいな。ニトロピニョが質問よか。あ、福さんやっぱ強えな。ひどい正解だったな。お客様を裏切れと追加料金ですよ。確か一度頑張ってしたような気がする。もういいお前ら、その辺にしとけ。あ、出た、ヒゲのワン。長官？長官なの？お前ら何やってんだ。目を大きく開けて見てみろ。この人知らないのか。茶色の髪、灰色のベスト。この方は調和セレモニーのためにファミリーが派遣した保安官だ。保安官なのか。長官、我々は密航者を追っているところでした。この少女はとても怪しい。彼女に違いあり。バカ言え。もう一度よく見てみろ。目撃証言によれば犯人は銀色のやつだ。なのにお前らが捕まえたのは銀髪の女の子。銀色と銀髪を一緒だと思ってるのか。もういい、さっさと行け。あとあの日のわかるやつな。銀髪と銀色はまあでも一緒な気がするけどな。本当にもし俺はハウンド家のギャラか。あのまだ若いこともあって経験が浅くてな。俺の指示を誤解して。わかるやつやんけ。密航者って誰？ハウンド家は無教の番人で、先日無法者が宴にかこつく。安心してくれお嬢さん。ありがとう。キャッ。大場どうなることか分からなかったってことだよね、きっと。さっきは君のおかげで。銀河打者たるもん、君は必ず待とうせ。今気づいたんだけど、君サインが欲しいや。今日は無理なんだ。そういう意味で言ったんじゃな。君ファミリーに招待されてきた。ハウンド家には密航者と間違われたけど、うん、元の人間な。私は地元の人間なの。アイリス家の役者で、なるほど、今はそういう感じやね。でも戦闘めっちゃ強いよね、君。ガイドの仕事。こっちこっち。この機会にここのことを知るのも悪くないかも。あ、上のここはホタルさんについていきますか。ほとんどの人が夢に入って最初に行く場所。その他にもいろんな、そういう商品は夢の中で使えるだけじゃなくて。なんで持ち帰りちゃう。リングセンターの外側は。すげえ、この夢すげえ。この人にはお子様メニューを。
ここだよ。ここにはピノコニーをだ。あ、ごぼぼ。食べ物は重要ですね。大丈夫。アイテム獲得。ホタルも良さ。いますね。ああ、やっぱ、ここはね。ああ、めちゃめちゃピザ食べたくなってきたな。ピザだけで我慢してあげるよ。注文した私カロリーは大丈夫？大丈夫、歩きながら食べよう。歩きながらピザはちょっと難しいと思うんだべよ。いけるの？この世界では。ここは特に何もないんだね。なんかあるのかと思った。ほら、こっちだよ。ついてきて。はい、どこまでもついていきますよ。こっちこっち。面白いもの見せてあげる。君の髪にね、クロックを。なんか、鹿を感じるんだよな、ほんと。でも知ってる？クロックボーイのも、知らないの？時計屋の羊については諸説あってね。誰も彼の素性を知らないけど、誰もが彼の自責は銀河に伝わり、夢を抱いた人たちが、アニメのクロックボーイは、おっちょこちょいで自慢話が多い。あ、今、ふと思ったんだけど。すごい、母って言いそうな気がする目をしてるよね。挟まってんのか。奇妙なまつげを開く。引く。すっげえトリオンだな、おめえ。おうおうおう。どっか行っちゃったよ。知ってジャンプできたんだ。確かに。うん、さっきじゃ、君が大丈夫なら。チューン？おい。はい、なるほど。あの遠くの建物が見える？あれが有名な大劇場。なるほどね。あれが監獄だったけど、なんか有名なのにしたっていう。夢の監獄ってやばいな。一琥珀期に一度の超セレモニーでは、私たちがいる場所はまさに黄金の時の最高の展望。おい。次は楽しく遊べる場所に連れて行ってあげる。お願いしまーす。この先はスラードレクリエーションエリア。なんか、パーク。ここは人が多いから、はぐれないよう気をつけて。ここは黄金の時で、一番規模の大きい公園で、オーダーボン。ピノコニーの相談、スラーダの起源は監獄時代に流行った。あ、パンさんが飲みたいね。それに大量の気泡を加えて、スラーダと名前、知ってる？スーサ水の最初のレシピでは、夢見草っていう、今では絶滅、それに。夢だから再現できるんじゃないな。時間は人を待ってはくれない。メナーに時間過ぎちゃうの。この自分たちを演奏してる楽器はスイートドリピノコニーの夢では
多くのものや設備が屋室の影響を受けて自我を持ってるの。それがファミリーに飼いならされてゲストのためのスイートドリーム劇団になったんだ。でもそうしたものも危険な感情やナイトミア劇団、はい、それを誇れば新しい素材が手に入るってことだ。砂？必ず近くの警備員に助けを求めてね。はい、わかりました。オッケーでー。あそこにアトラクションの管理人さんがいる。夢と言ったらカジノですよね。もちろん構いませんよ。使命は。全部で何？全部で10枚ですね。ありがとう。ほら。お、押しすぎちゃった。うん。どれから遊ぼうかな。向こうから動かいね。君は初めてここに来たわけだし、一番簡単なやつから始めようか。行くぞ、ほら。夢の並び替えとか、ラッキールーレットなら簡単に遊べると思うよ。怖い。うん？ヒーリューレット。怖い。あ、木。あ、信じる木じゃなかった。するまで全部使い切ったらいいってこと。なんかなんていうの、これがすごく引き寄せられん。でいや、これ来た。ほら、これほぼあるんですよ。もう一回行こう。2頭かな？まあ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 。な、俺よくわからん。うん、戻ったわ。なんでまだ戻ってこないんだろう。あれ？ドリンク？ああ、でも。ノモムギジム揃ってるやん。ナーメモ考慮に入れてよ。うん、2頭が多いんやっぱ。3個じゃないな。あんじゃない、1頭は、なかなか、しませんね。ああ、お散歩終わっちゃった。まだもう一枚ある。あったわ。どうだ。しかもナーバで。いや、ナナは特別なんだから奮発してくれよ。んーろー、怖い。ねえ。悲しそうに聞こえるけど、どうしたんだい？悲しいわけじゃなく、広大で深くて、まる君が助けてくれたこと、本当に感謝してる。こんな大に感情を抱いているのは良くない。その通りだね。でも、何も頼れるものがない人は、逃走だ、逃走と、こそはすべてだよ。もう少し。ねえ、君はピノコニーに一人で来たの？気づいてるかどうかわからないけど、
私さっきから君を連れて遠回りしながらいろんな場所を見つけられてるのか。振り返らないで。彼のターゲット君の友達かなとも思ったんだけど、なんとなく違う気がして。その身長は180センチ前後、誤差は2センチ以内。体格は高め。足よく聞こえんくて、っていうのすごい。歩幅は大きいけど、夢の中やけん、あれ、インスプフォーパイシー変わらんってことかな。特に秘密裏に行われる戦闘に。手のひらは大きいけど、指は細長くて柔軟。いえ、完全にもう散歩やんけ。そういう人知り合いにいる。マインネットのコート、グリーンの瞳、ダーク。あ、来た。おや、僕の大のお得意様、開拓者のお姉さんじゃありませんか。やべえ、ぶん殴りて。ですね。まさか。ここでお前何しとんねん。ご冗談を。僕に会ったことがそんなに意外ですか。おや、美月さん、僕のことを忘れてしまったんですか。いや、お前適当か。メロブログでは。私はホタル。ああ、そうでしたか。やっぱり。適当やないか。お会いできて光栄です。お会いにして光栄です。サンポさんは何をしているかって。お嬢さん。いやいや、絶対ボール差し寄りやろお前。よかった。まあ、人やろ。人やぞ。よければ僕にこの近くを案内させてもらえませんか。人やろって言ってしまう。あなたたちのことはずっと観察。大人の遊び。どうやら図星のようです。サンポさん。いつの散歩に来は。ホタルさん、何を心配しているんですか。死に行きませんか。安心してください。誓って。公女両族に反することではありませんから。いいようなことしかこいつしてないからな。少しは考えなさい。人のこと言えのですけどね。反対側に基本人をバットで殴る主人公だから。危険。ホータ、さあお姉さん。ウォーバーやってやんよ。バッテリー消費反射を反射オフバッテリー返却。に調整して、ゲーム中つないでピンボール。はい、オッケーオッケー、はいはい、なんだこば。で、どこしたいですか。あ、これか。うん、お、うん、お。うん。かい。これを、案件、はい、ルートパコが発射。そうだ、ルナ。これで、こんだけ新しい場所に行き、あ、ぽいね。下に来てますね。商業エリアの仮想。反復もはすぐ地下に引き寄せられるんだから。この先にあるピピピピシのサロンです。
このサロンは少し変わっていて、ピピシ人以外はVIPカードを持った顧客しか入れないんです。ま、この散歩にできないことなどありませんが。変だよな、リンガーの異業態は操作できません。さあ、カーネルなぜ。おや、用心ぼ。はい、今日は友人二人と。何人だ。三人です。VIPカードを見せてください。はい、どうぞ。その友達二人のカードだ。ああ、それは僕のカードで。融通を聞かせてくれます。それは無理だな。入れないみたいだね。慌てないでください、用心棒のお兄さん。こうしましょう。僕たちはなく裏切りを選んだ瞬間、疑念の暗雲、死んでも消えない恨み。もう、そうは。わかった。彼女。出て入る気やん。ほら、取ってきたぞ。彼女はそれだけじゃ足りないから、ついで。え、変なつて持ってんな。一つになりました。近くの。それって、テレビ。このテレビ。違いますよ、ホタル。さあ、お姉さん、試しに。そんなの、あなたじゃ、もちろん、これ。振るしかない感じか。これで、はい。はねひるし。わかりませんか、ホタルさん。彼女はさっきこのテレビに。見てください、これはこのブラザーハヌがアニメでやっ。あ、ここに入り口から入って冒険を始める。ハハハ、身も広がってんな。ハハハ、憎きブラザーハヌ、ついに捕まえたぞ。見るがいい、どれほど小さくなったことか。これで俺の手のひらからはに。どうだ、閉じ込め。抜き。違う。入れ替わり立ち替わりながら行くという感じかなあ。あ、ここにいる。
はいはい。これで終わりかな。もう、なるほど。終わったよ。無事でよかった。実に素晴らしい。これで準備は整いました。あ、引っ込むここか。さてのでヒャッハーしてるようにしか見えない。違うのか。たまど無教ショップへようこそ。請求列車の開拓者様、またどうもドクター。もちろんですとも。シュリルを、僕のを使って。こちらは常連のお客様を対象としたサービスです。最近体験した夢を渡していただき、それに、どうやら分かってきたようです、ね。どういうことなのか。あなたも目が覚めた後、まだ続きを見た。ホタルさんは興味津々のよう。材料はご用意いただいていると思う。ああ。おい。ご寄付に感謝いたします。生成が完了しました。さあお姉さん。一体何を見せる気なんや、こいつは。ここは…これは僕の無教…慌てる必要はありません。これは…わかりませんよ、そういう細かいことは…から聞き飛ばなぁ。うわぁ、これは。トイヤ、テイヤ、ワイシル、マナー、ハイマナのし、ハーナも、ドケルドマニードフ、リアデウオのチタシワハルカ。うわぁ、やべやべ、もう土地食ってならず。やっぱだいぶ来てますね、これは。誰だと、誰だと、誰だと、ノムガイ、
ののかい。ごパパド、よね。ほどかのもか、いし。いらはらこ、がらけた。おー、まあ、そういうパターンなんですね。モロヒガ、タナミガ、モナカ、オソモコ、モーコカ、モノタ、はあ、モイカラ。ん？ロロをモタとしたけんのかかんわし。ほわいみたいな感じやん。どうやったついていけんだわ。こたこきか。どうだディダ。キリコはカシュ。いや。なんとか信頼の証を3つ手に入れた。戻って報告しよう。はい。ニーツタキがヒロコ。はい。はい、頑張ります。はい。ごめつむご。ついたんだ。なんか複雑な気持ち。なんだこれ。ここで何を見せられているんだ一体。今気合入ってんな。お前ゴミキングだったんかよ。しかも気合い入ってんな。鬼箱の種になら、いとわない、お、力。待って、さすがにふざけすぎ。褒められちゃった。残念でなりません。残念、実に残念。あなたが真実に気づいた瞬間、あなたは美しい夢の真実を探していたのではありませんか。この夢の泡は今のピノコニーに似て、何を企んでいるかわからない人々が狭い舞台に閉じ込める。無境の家のバスタブではなく、予測不可能な変化をする深海です。最初から変わっていない。あの少女は口ではピノコニーが地元だと言っておきながら、細かいことは何も知らない。忠告ですよ。何か聞きたいと思っ、それでは僕はこれ。散歩、一体どういうつもりなんだろう。まあ、散歩ちゃんは傭兵、散歩ちゃんじゃねえや。ホタルに話を聞くためにも、まずは彼女を探さないと。まだ。ガルちゃんはバリバリよ。バラを少女だからね。スパロを少女か。あたし、例えば、あたしは本当は地元の人間じゃない。でも、助けてくれたこと、七死人に憧れてるのも本当。
方が上がるよ、普通。もう一箇所、君を連れて行きたい場所があるんだけど、いいかな。今回は観光スポットじゃなくて、むしろ逆というか、私の秘密のアジトみたいなところ、そこで私が知ってる。ありがとう。逃げてあげましょう。まあ、推しですからね。どうも、少女は。あそこで何かが。ジンタスク、助けて、タスク死んじゃうよ。誰か。うわ、僕だこれ。どうしたの？まさか。なんか変なもの見える。あ、ごめん。僕の名前はクロックボーイ。ピノコニーの大スターさ。それからミーサー。クロックボーイ。つまり、どこにいるんじゃ。ジンタク。僕を見ることができるのは素直で。でも君って私より年上だよね。少なくとも見た目だ。チクタクチクタク。灰色の僕の友達のミーシャが大変。それじゃあ先に君を疑ってるわけじゃないの。チクタクチクタク。ミーシャが危険にさらされる。ミーシャっていう名前は気になる。ここもうめたくそだな。ふぅ。なのこれ。なのこれ。おなかをいしたわお。なんか増えた。東京があるなら、あそこに人がいっぱいいる。皆さん、落ち着いてください。皆さん、落ち着いてください。ルールを破りやがって。ボス、カップルに詰めてやりなさい。うん？なんかまた。どうしよう。ユミじゃん。ミーシャな、終われ。え？あの人を知って。ほら、見て。僕は嘘なんかついてなかったでしょ。本当に。チクタク、お願い。私のバッタが美しきいる。じゃなかチクタク、チクタク。こんなにコボスストーンはドリームタウンで一番の悪徳。そこで自分の手下を使って無境を混乱しても、僕はドリームタウンの守護者として。さあ、灰色の友達、君なら。それに君はドリームタウンの。今から教えてあげる。チクタク、これで僕たちは一心。さあ、今からあの怒っているギャン。いいかい、絶対にクロックトリックを悪いことに使ってはいい。いや、バットでここをそこにしたいんだが。ほら、小娘を引っ込んだろ。あのクロックトリック発動。チューニング開始。でも、それだ。それにしても、お、よう、みんな野郎ども、整列しろ。はい、よーい。ようこそ夢の地。ねえ、なんかいらねえよ。当然のことです。うわ、すごい。君はか、もちろんです。その、すべて。はい、ボス。また会いましたね。え、兄さん、この灰色の友達を知ってるの？彼女は大切なお客様で、最近お友達になったんです。あ、海じゃなかった。こっちにして。あなたにも。あれ、とにかく、ありがとうございます。ありがとう。いやいや、当然のことをしたまねですから。仮面の愚者という集団が。このお姉さんも。
一度会ったことがあるだけ、あなたとも出会えて。綺麗なお嬢さん。綺麗なスパロボお嬢さんやね。さっきの私もそれを聞きたかった。何言ってるの？そう簡単な話。推測だけど、それってクロック。さあ、あの私もあんまり状況が分かってない。私も子供だが、そのクロックボーイがほえあなたのそばに何か実体の。私たちは奥室に多少なりとも反応すること。最初はあの上品なメモキーパーがあなたの頭。彼からほどなくして、私は誰かに物陰からただ彼女に名前を聞くのを忘れてしまった。あー、ガーデンオブリコレクションね。ガーデンオブリコレクションか。ガーデンオブリコレクション。ああ、彼らはミームファミリーの歌。とにかくまたデート。もうこんな指の気配を感じ。こっちはもう大丈夫だから、君たちも好きな。本当にまた会おう。ついてきて。なるほど。もうリアリティモーダーしていいよと。おーい。今度は見えない友達に捕まらないようにね。ケイリゴさんも。ああ、萌えは怖い。調べなきゃいけない。なんだ。あ、調べれなかったか。あ、これは、ああ。あ、うん。あ、出た。ボンバーや。ごめんなさい。これから行く場所はピンボールマシンに乗らないといけないの。OK。どうぞ。私は後ろからついていくから。OK。はい。秘密のアジトってカフェ？こっちに来て。あ、ここのボール、はーい、開けてみます。奥に回るのが見える。なかったわ。綺麗な、まあ、ボールが蓋だね。大丈夫。夢の中では先にお手本を見せて。うん、ねーと、いいってわけね。うん。しばなちゃんや、ね、ほなみちゃん。聞きたいんだけどさ。君は女の子の気を引く方法って、大っぴらに後をつけることなの？もう半生。正確には45分だね。楽しい時間はいつもあっという間に。クジャクちゃん、君の目って綺麗だよね。めっちゃ眉毛この目。こいつ嫌い。もっとヒントが欲しいのかい？例えば、僕がエビキンジンとか。花火の目は君ほど鮮やかじゃないけど、全宇宙で君たちツガンニア人を知らない人なんていると思う？生まれつきの詐欺？よ、言った。花火に言わせれば、君は夢の中よりもマンホールの中。いや、その必要はないよ。薄暗い場所は僕の気質と合わないからね。いや、それに雨が降らない。僕の服はとってもデリケートだ。そのヘラス口閉じてくれる、クジャクちゃん。もう帰って。花火。その言葉は本当かな？
き。アナビがピノコニーの歴史を知らないとでも思ってるわけ？ぐっしゃ。この宴に招待された時から君に選択の余地はない。間に渡ったふのほこいよんよこも。あのファミリーの手番を自分の側に引き入れた。羽も不してちぎるぞてね。ねえ、何したの？クジャクちゃん。服はね、君。もう諦めたら？どうせ君たちは他人をチップにすることしかできないんだから。チップにするみんなにだいぶボコボコに言われるね。しかしこいつらチップだけが損したりしない。ガーデンオブリコレクションも請求列車の人たちもそれをよくわ。でも本当に賢い人はそもそもギャ。いい？クジャクちゃん、君もパブの招待を受けたことのある人なんだよ。仮面の愚者を仲間に引き入れたいなら頭を使って。笑いの神様が何をもと。花火がアドバイスしてあげる。君が誰も説得できないなら口の聞けない人を仲間にしてみたら。じゃあね。ありがとう。口の聞けない人を仲間にす。本当に面倒だな。どうやらだいぶみんなにバカにされとるね。あい、まあ私もしてるんですけどね。これは薬になるのか？お、重くなんか。あ、もっとよいじゃろ。ごめんてごめんて。ここどこ？はい。ドリームボール。えぇ？あ、なんかでも、オートオーブ。あ、なんか、なかった。もうすぐだよ。わーん、鳥。取り集めてきたらご褒美があんってことかな？なんか、一応はアニメマスターだし。なんだろう、全然。
に。まあ僕も一応はアニメマスターだし。わかりました、はい、進んでますね、はい。見て、綺麗な場所でしょ。観光客は本来ここに来ることが言う。でも心配しないで、別に私の秘密の場所とどんどん増えてんの。こっそり中に入ろう。おい、そこの二人。ダメだ、上の木。随分固くなだね。誰だ、聞いたこと。これ以上小細工しようとしても無駄。もしかしたらまた黒。これ以上小細工しようと。何としても自ら面倒。若くて元気があるのをいいことに、お前のようなルールを無視。はい、ボコボコにした。もっと叫びなさい。さようなら。もしあの時の俺にも、こんな。さっさと行け。ようやく通れるようになったの。最終的にこうやって入れるなんて、クロックトリックって不思議だね。クロックトリック100点。さま、敵だったか。この曲はあんたに私のリズムに乗れ。反抗、陽動、霊楽。落ち着いて、さようなら。うむ、異病を治さず未病を治すんじゃ。ほんの、銀行、凶悪な、いるの。うん。天下は、いわじょく。なんだろう。まあ、ほんまに相性は良くないのかな、この子。さようなら。
パン。うむ、異病を治す。ここから先は道がないから、ドリームメーカーの道具を借りるの。これからやることは君の想像を超えてるかも。どうぞ、一応お前。キボ、はい。一視同時にな。自分だけ？あれだね。ウコポめっちゃいっぱいあん。ウケ。魔法へ？そういうことね。一瞬で似たみたいな感じになってね。空間がつながった。これで向こう側に行ける。カタルスケはこうやって無境を修繕してるんだ。不思議だよね。現在もリア。お。ごめん。おい、ねえ。こうじゃないか。あの女、助けてくれお客様を裏切れと追加料金ですよ。よいしょ、立ちなさい。こいつ乗ってる。いやー、結構なんか結構、はい、ダメージ出してるはずなんだけど、なんか敵強いね。落ち着いて。もっと反抗、陽動、霊落。立ちなさい。もうまだ来るのか。大丈夫かな、これ。あー、バーネルさんは、ジーバンさんか。反抗、陽動、レーラ。
ち着いて。若くこっ血を分けよう。強弾の薬よ。マジで回復やいないとクモギやんって無理だよね。立ちなさい。さようなら。やっと倒した。ああ、こっちか。うーの宝も。ヒントあるよね。よかな。なんてやってたこれ。
タバコを噛むか。なるほどね。次に行こうか。ああ、間違えちゃった。壊滅じゃん。わかんない。今日かわいいとって、単体攻撃が、自身の最大 40% 分の HP を消費。なかなかピーキーなキャラやね。買えない。もう HP は置けないと、ね。完全に表情で。はいはい。まだ行ってできない。マネだね、なかなかしかし。厳しいな。
ちだ。逆に進んでるな、間違い。んび。さっきの湯を見つけた。おで。おっと。お気に聞いといて。怖い。逆転してなかったよね。乗ってる？反抗、陽動、霊楽。ふっふっ。立ちなさい。お客様を裏切れと。追加料金ですよ。さようなら。大豆人体は皆脆いがゆえに美しい。ここから向こう側の建物の屋上に行けるのはちょっとした仕掛けを使わないといけないんだけど、確かここに隠しておいたはず。やっ、あら、うずうずしてるよね。もっと、うん、面白い。反抗、陽動、霊楽。はい、よいしょ。落ち着いて。はいになれ。おくねえ。お客様を裏切れと。追加料金です。ないよば。多分弱点だから勝てると思うんだが。はい。さようなら。はいはい、オッケーオッケー。なこれ、ここから向こう側の建物の屋上に行けるのはちょっとした仕掛けを使わないといけないんだけど、確かここに隠しておいたはず。あ、ほぱんほぱん。で、おめ。パッて出てくるの、何度見ても夢っぽいと思う。いいね。
はい、よっしょ。乗ってる？さようなら。パン。よいしょ。こいつ。お客様を裏切れと。追加料金ですよ。もっと。反抗、陽動、霊落。立ちなさい。トリア。ハイになる。なんか普通に勝ててるようになったね。でもこれ誰のね、不買アイテムなんか。あ、もう今度はこれを毎日、休会するんだろうなぁ、と思うんだ。まあ、もう復帰してやめなければの話ですけどね。おお、間違えちゃった。敵はね、貴重なんで、ほっときましょう。落ち着いて。おむー、なんだ、やれやれ。意外とね、不具合は貴重だからね。ここは金ボラン終わるない。脆いがゆえに美しい。やっと、うん、なるね。ダブルピンポン。はい。どういう移動の仕方やねんとはまあ思うけどね。おお、なんかあった。しようんで呼びき
こう、今までのやつら、こうしてないかもしんない。今回は少し複雑な構造だね。よく今どこ聞こえんだはずなんだけどな。考えないと。はい、うん、ギアン。ファミリーは銀河から多くの芸術家、建築家、学者を招いてドリームメーカーっていうチームを結成して、ピノコニーの…あ、シーゾ、早すぎるの、それは。美しい夢を紡いでいるの。ここは観光客が足を踏み入れない開拓地だから、町の中心みたいに賑やかじゃないけど、私はこういう静かな雰囲気が好きなんだ。あいうん、ほほ、ああ、うん、やってない。まあ、ルーキー君だ。
それを引き、うん、をあれするんや。鳥が来るんだね、鳥が来る。こういう感じね。もう負けてはいないと、うん、めっちゃ見てくるやん、こいつ。怖い、怖い。で、うん、け、これでオッケー。めっちゃ大きいじゃん、音。とりあえず橋だけかけよう。ちゃうな。
よくやったわ。あら、マリオパーコ。でも優しい学者を招いてドリームメーカーっていうチームを結成してピノコニーの美しい夢を紡いでいるの。ここは観光客が足を踏み入れない開拓地だから、町の中心みたいに賑やかじゃないけど、私はこういう静かな雰囲気が好きなんだ。あ、宝物。わ。この辺は代表で、次は分かる、代表分かる。回転。ああ、勝手に挟まっちゃった。そっか。あ、もう間違えた、まだ間違えた。おお、なんか変なのあったと思った、敵か。弱点ではなかった。
本気がめっちゃ痛いんだわ。さようなら。攻撃に増えすぎてんのかな、わかんない。少しも意外じゃないわね。まだわこまま、ああ引く方か。王術で、だいぶ、やってるな。もっと反抗、陽動、霊落。落ち着いて。お客様を裏切れと、追加料金ですよ。人体は皆脆いがゆえに美しい。違う、違う、違う。Like you know people, huh?ありないだろうな。